見てるのかな、どっちだ、選択肢は遠藤だ。さあ中に大森入ってくる、遠藤それを狙うかどうか、アデミューソンも入って3人目も入ってボックス内3人、面白いシュート、うわー、素晴らしい、大森の右足、曽我畑の手をかさめるようにしてネット揺らすことができました。前半の26分に追いつきました、試合振り出し、大森。改めて水沼さん、いい流れでしたね。そうですね、深いところ。